終戦の1年前の昭和19年8月、日本の農村から満州に渡った人々を写した一枚。このあと、男性たちは現地で軍に召集された。残された女性や子供たち、終戦の翌日、集団自決をした。71年前の8月、突然のソビエト軍の侵攻。旧満州、今の中国東北部に取り残されていた8万人以上の開拓民が戦闘に巻き込まれるなど犠牲になった。これだけ多くの民間人が海外で命を落としたのは例がない。満州の支配の強化や食料増産のために行われた満蒙開拓、国が重要政策として進めた国策だった。終戦までに送られた開拓民の数は27万人以上。戦局が悪化し、安全が脅かされていった昭和18年以降も6万人以上が海を渡った。なぜこれほどの数の人々が終戦間際まで送られ続けたのか。これまで関係資料が散逸したとして、その経緯は分からなかった。しかし戦後70年が過ぎ、その空白となっていた経緯がようやく明らかになってきた。国とか県から来たっていうようなことも書いてあります。戦争末期に満州に渡った95人の村人、集団自決に追い込まれた悲劇の村だ。その村長が残した日記がある。国や県が巧みに村を誘導していった過程がつぶさに綴られていた。開拓民の人数の強制割り当て、代わりに提供される補助金、政策はいわば飴と鞭で進められていた。国策はどのように村を追い込んでいったのか。今年政策を進めていた官僚たちが残した資料も新たに見つかった。これまで公にされてこなかったものだ。満州独立と農業移民についてと、開拓民を送ることがノルマとされていた実態、国策が優先され、農民の命が軽んじられていた。全て失敗といえば失敗ですけれどもね、いいことだったと思うし、今でもいいと思ってますね。見直されることなく遂行されていった国策、戦争末期になってもなぜ多くの人々が送られ続けたのか。新資料と証言から明らかになった71年目の真実に迫る。長野県の南部、山々に囲まれた下伊那郡豊岡村。その北部はかつて川の村と呼ばれ、2900人が住んでいた。急峻な地形で
田畑が少なく、慢性的に食料にも困窮する貧しい村だった。戦争末期、27世帯95人の村人が満州へ送られた。しかしその後、男性は軍に召集。日本が降伏した翌日、現地の人たちから襲撃を受けた女性や子どもたち73人は追い詰められた末、集団自決をする。子どもたちに手をかけ、自らの命を絶った。ただ一人生きて帰ってきた人がいる。久保田勇さん、86歳。当時15歳だった久保田さんは、つらい役割を背負わされた。もう潔く死んでいこうということになって、これで日本人はおしまいなんだと考え込んでいたら、早く手伝ってくれっちゅうおばさんたちの、ね、声で、お子さんたちを締め殺す手伝いをね、して二十数人は、お手伝いしたと思うんですよ、ね、集団自決後、瀕死の状態だった久保田さん、親しくしていた中国人に運よく助けられた。当時村人たちを満州に送り出す決断をした村長、久留美沢森。35歳にして村のリーダーに抜擢された人物だ。その長男が先祖代々引き継がれてきた地で今も暮らしていることが分かった。どうぞよろしくお願いします。久留美沢健さん、78歳。これまで父親のことについては家族の中でも触れずに来たという。この部屋に入っていただくのは外部の方で初めてです。戦後70年が過ぎ、悲劇の真相と父親の苦悩を知ってほしいと初めて取材に応じてくれた。まあ実際にありのままのね、父の姿がやっぱり伝わればね、それが一つの供養にもなるかなと、まあそういう心境にもなったもんですから。終戦の翌年、41歳の若さで他界した父親。村長として開拓民の悲劇の責任を取り、自ら命を絶った。これがその欄間なんですが、70年前のままの奥座敷。欄間に残るのは紐をかけた跡、開拓民に申し訳ないという遺書を残して首を吊った。久留美沢村長が残した1万ページにも及ぶ膨大な日記。当初満州への移民に懐疑的だった久留美沢が、次第に国策に飲み込まれていった過程が生々しく記されていた。満蒙開拓が国策として始められたのは昭和11年。20カ年100万戸創出計画が閣議で決定されてからだった。最初の5年で10万戸、次の5年で
20万個。さらに5年ごとに30万から40万個の開拓民を送り込み、20年後には100万個。最終的には500万人もの農業移民を定住させるという桁外れの計画だった。立案したのは満州国を実質支配していた関東軍。実行していったのは移民行政を担う宅務省だった。スローガンは「五族協和王道楽土」。行けば1戸あたりおよそ20ヘクタールの広大な土地が手に入ると謳われ、開拓民が集められた。当初は7700人ほどであった開拓民の数は年々増加。昭和15年には5万人を超すまでになった。国は全国規模で働きかけを強め、川の村周辺の農村からも次々と満州へ渡っていった。クルミザーは満州へ村人を送ることについては消極的だった。突如武力で支配した他国の土地に村単位で移り住み、うまく馴染んでいけるのか疑問を抱いていたからだ。自分の仲間だけでブロックを作って割拠しているようで、果たして中国人と共に生きていくようなことができるだろうか。為政者たる者、眼前の事象にとらわれることなく大局をつかんでいかねば、暗礁に乗り上げぬとも限らぬ。満州への移民が増加の一途をたどっていた昭和16年、日本は太平洋戦争に突入していく。戦線は東南アジアから太平洋全域にまで一気に拡大し、満蒙開拓団も大きな転機を迎える。それまで年間5万人以上の開拓民が満州に渡っていたが、開戦後3万5000人にまで激減する。男性は戦場へ、女性や子供は軍需工場へ駆り出された。農村部も都市部も人手不足で開拓民を送り出せる状況ではなくなっていったのだ。危機感を抱いた国は新たな政策を打ち出す。満州開拓第2期5カ年計画。戦線拡大に伴う食料の増産が主な狙いだった。政策を取りまとめていた宅務省の幹部が当時の内部文書を残していたことが最近分かった。国文学研究資料館の加藤清文准教授。国はなぜ終戦間際まで満州へ開拓民を送り続けたのか。調査を続けてきた加藤さんは関係者のもとから内部文書を入手した。公文書自体がですね、ほとんど残ってないんですね。非常にこう貴重な資料になります。この文書は国の幹部が地方の担当者を集め、開拓民をさらに集めるよう強く指示する内容だった。
制作の実績が目標に2万個届いていない。地方自治体の働きかけが弱い。満州により一層多くの人を送る努力をするよう迫っていた。とにかくもう焦りに近いようなものになってきますので、それをとにかく集めて送り出せ。戦況が悪化していけばいくほど、結果的にはもうやることといったら、もうそういった締め付けることしかなくなってくるんですね。満州への開拓民の数が伸び悩む中、ある省庁が存在感を増してくる。農林省だ。もともと貧農対策に力を入れていた農林省は、満蒙開拓が国策となった後、分村移民という仕組みを考え出した。一つの村を日本に残る人たちと満州に渡る人たちに分ける。日本の母村から村人たちが集団で満州に渡り、分村を作る。そうすることで双方とも一人当たりの耕作面積が増え、食料も増産できるという狙いだ。開拓民の減少に歯止めがかからない中、農林省の分村移民が切り札ともいえる政策となっていく。長野県八ヶ岳の山麓にある戦前から続く農業の研修機関。今年国策を進めた元官僚ら当事者が残していた資料が初めて見つかった。こんな資料ございますけれども、満州独立と農業移民についてと。戦後30年が過ぎた頃、元官僚などが集まり、満蒙開拓について内部関係者のみで総括した記録だ。これまで公にされることはなかった資料。さらに音声テープも見つかった。そこには農林省の貧農対策だけではない、省庁の利害の思惑が語られていた。とにかく農林省が、移民にタッチする道をもう作ることが必要だと、役務省という主管省がある、人材も整っていないんですが、本当に地方になるとね、例えば農林省は各都道府県にみんな農林周知という、ものがいたでしょう。農林省のお声がかからないとなかなかね、その人たちも動きにくいんです。ですからどうしても農林省がバックアップしないとできない。農業政策のトップにあった農林省、その強い影響力を背景に、農民たちの身近なリーダーである村長や地域の有力者に積極的に働きかけていった。ここの農家相手にしたんじゃもうダメで、村の顔役、農村自治の指導者である村長さんとか、日本全国に網を広げると、こういう考え方でいったわけです。農林省主体で人を集めることで発言力を強め、予算や人員を拡大させようという思惑があった。当初関東軍と宅務省で進められてきた政策、
そこに農林省が加わり、全国各地の農村との結びつきを強めたことで、27万人という大量の開拓民を送り出すことが可能となったのだ。この農林省というのは直に農民と結びついてますし、その農民をですね、ある程度こう組織化できる、まあ、そのメカニズムを作ったんですね。農林省がこの問題、あの満州移民政策にですね関わらなければ、まあ、あれだけ大量な移民というのは不可能だったと思います。昭和17年、国の意向は川野村の久留美沢村長にも及んできた。地域の町長や村長が一堂に集められる会議、初めて開拓民の割り当てが課された。県が国の方針を踏まえ、送る村人の数を町や村ごとに決めたのだ。その人数が書かれた文書、517個の川の村に課されたのは50個。希望者がいない中、厳しい数字だった。この割り当てを受けた久留美沢の苦悩が日記に記されている。開拓団創出の件、来るところまで来たのだ。この問題には容易ならぬ困難さがあると思う。一時の熱情ぐらいで完成する問題でない。川の村ではすでに働き手である若者を60人以上軍に招集されていた。久留美沢は満州に村人を送るという決断は下せないでいた。昭和18年、南方戦線では日本軍が相次いで敗退。そのことが村人を満州に送る圧力が増すことにつながっていく。満州の関東軍は主力の部隊が南方戦線の島々に次々と送られていた。守りが手薄になる満州、農業を営む開拓民にも北方拠点の強化という役割が新たに課されることになったのだ。満州に渡る人の数は減り続け、2万7000人余りになっていった。昭和18年4月、国はさらに農村から開拓民を誘導する政策を打ち出す。広告農村確立促進政策の導入だ。日本各地にある農村のうち、食料生産の実績が優れ模範となる村を農林省が指定。村には当時としては破格の補助金が配布された。農道や水路の建設、共同施設の設置など、村が希望するインフラ整備の優先的な建設、農村にとっては魅力的な政策だ。しかし、農林省の幹部が作成した意見書にはある要件が記されていた。
それが満州開拓への協力、いわば飴と鞭の政策だった。全国各地に東京から農林省の官僚らが次々に派遣された。農林省経営課長の有益なる講話を聞く。広告農村建設の理念、満州分村の重要性を説かれる。久留美沢のもとにも農林省の役人が何度も訪れ、村人を満州に送れば補助金が得られ、村の将来が約束されるとたびたび助言された。戦況がさらに悪化していく昭和18年10月21日、兵力を補うために学生を動員する事態にまで追い詰められていた。この日、久留美沢は悩んだ末に決断をする。10月21日、曇り。村の事業として創出計画を進むることに腹を定める。安易のみを願っていては今の時局を乗り切れない。俺も男だ。他のどこの村長にも劣らない優れた指導者として飛躍しよう。窮乏する村を立て直すには補助金を手に入れるしかない。久留美沢はついに村人を満州に送り出すことを決めた。日記の読み解きを続けてきた満蒙開拓の研究員斉藤俊恵さん。村が疲弊していく中で久留美沢の気持ちが変節していったと分析している。結局は県や国からお金が降りてくる、それを使うと村の人にのためになる一方では考えたんだと思います。気持ちとしては、まあお金さえあれば村の中は幸せになるっていう、そういう考え方になっちゃった。村人を満州に送ることを決断した久留美沢、自ら村中を回り説得に歩いた。農家を一軒一軒訪ね頼んで回ったという。当時久留美沢と共に村人の勧誘に当たった人がいる。役場で働いていた松村房子さん。久留美沢が必死に頼み込む姿が印象的だったと語る。村長さんが行ってください、行ってくださいって、ほぼのうちをねあれしてたもんですから、それで私たちもそうどこのうち行きなさいって言われると言ってお願いして歩いたんです。なんかとってももう無理して皆さんに行ってもらったっていうようなことを言ってたような記憶はあります。地区の有力者の協力も得て説得に回ったが、割り当てられた50個には到底及ばなかった。結局27個、95人が開拓民として海を渡ることになる。希望者が少なかったため、中には親元を離れて
人開拓団に加わった14歳の少年もいた。久保田勇さん、現在は86歳になっている。父親が村の幹部から説得され行くことになったという。村で計画した分村移民が思うほどね、半分ぐらいしか個数ができないから、少年でも一応一団員として向こうに入植させたらしいんだわ。この時すでに日本は事実上制海権制空権ともアメリカに奪われ、満州に渡航することすら安全ではなくなっていた。開拓民を乗せた船が潜水艦によって沈められる悲劇も起きていった。しかし国策は続けられ、その後も終戦までに満州に送られた人はおよそ3万7千に上った。危険を顧みず政策誘導を続けてきた官僚たち。今回見つかった資料の中には、一度決めた政策は動き出すと止められなかったという証言が記されていた。当時はともかくノルマ達成が至上命令であって、どうすることもできなかった。見直されることなく続けられた満蒙開拓。その中で送られた川の村の95人の村人たち。川の村の人たちが入植することになったのは、現在の吉林省の省都長春郊外の耕作地だった。当時満州に入植した村の多くは、黒竜江省やソビエト国境近くの極寒の地。生活するのは容易ではなかった。一方、川の村の開拓民が入植したのは農作業に適した肥沃な地域だった。開拓民たちは1戸あたり2ヘクタール程度の農地で野菜や大豆などを育てることになった。もうみんな希望を大きに膨らまして、いいとこで来たからいいとこで早くしっかり素材作りをやろうちゅうわけだ。しかし村人には知らされていない事実があった。入植した地域は現地の人たちから強制的に買収した土地だった。川の村の開拓民が来た時、農地を失ったという住人に話を聞くことができた。86歳になる蔡中和さん。8人家族だった一家は農地を失い、困窮した生活を余儀なくされたという。
他来呀，啥也不是中国人的，他说站哪就站哪儿，哎，那就是他妈没有办法的心情，有啥办法治不了人家？中国人都恨他吧。事情を知らずに開拓地で暮らし始めた村人たち。しかし翌年には多くの開拓団で45歳までの男性が関東軍に召集される。川野村の分村でも21人の男性が召集された。少年だった久保田さんのほかは老人や女性ばかりになった。他の開拓団も同じ状況だったという。何も考える隙もない。いや大変なら、みんなおじさんたちは行っちゃって、残されたら年寄りと女子供だけで、えらいことになってしまったなと。順を守れたってどうしたら、女子供ばっかりで。昭和20年5月、関東軍はソビエト軍に備え、新疆より南に防衛ラインを後退させることになった。開拓民にはその事実は伝えられず、防衛ラインの外側に無防備に取り残されることになった。終戦の直前、突如ソビエト軍が日ソ中立条約を破棄して満州に侵攻。開拓民が次々と攻撃にさらされ、命を失っていった。川野村の人たちにとっては、脅威となったのはソビエト軍ではなく地元の住民だった。農地を失ったという現地の人たちが武器を片手に村に迫ってきたのだ。とにかく大きな声で寒くって拳銃を空へ向けて、ぶっ放した途端にわーっと時の声があって、日本人の住宅へ飛び込んできて叩き出されてしまったんだ。木の実、木のままで。皆で山に逃げ込み、一晩を過ごしたが、翌日、再び追われた。捕まった村人は、殴る蹴るの暴行を受けた。当てもないまま、女性や子供ばかりの村人たちは逃げ惑った。子供たちがいて逃げられない。生きて恥ずかしめを受けられない。夕方、集団自決が始まった。もう日本は戦争に負けてしまって、お父さんたちに会いに行きましょうっつって、お母さんたちは小さい子供からどん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 首を絞めて殺し始めた。早く手伝ってくれっておばさんたちの声で、私はこの手で忘れ去りたくって、一生懸命忘れ去ろうと思ったけど、忘れ去りきれなかったね、やっぱりね。27万人の開拓民が暮らした中国東北部。日本の降伏後、関東軍は解体。大東亜省と名前を変えていた宅務省も廃止。中心となって進めた省庁がなくなり、開拓団の人々の安否や消息は分からなくなってしまった。
胡桃沢は川の村95人の安否を確かめるため自ら東京に赴き情報収集に奔走した。訪ねたのは外務省、かつての宅務省の移民政策を引き継いだ部署。現地の状況は把握しておらず、開拓民に関する情報は何も持っていなかった。さらに終戦間際まで開拓民を送り出すのに重要な役割を果たしていた農林省。開拓民の消息や情報は一切わからないとだけ伝えられたという。失意のまま村に戻った胡桃沢、その後村人と顔を合わさず家にこもりがちになっていく。終戦から10ヶ月が経った頃、胡桃沢は満州から帰ってきた隣村の開拓団員から現地の惨状を初めて知らされた。以後、胡桃沢の日記の文字は大きく乱れ、深い悩みが綴られていく。開拓団の人たちの不幸を嘆かずにいられない。こんなはずではなかったと思うほど苦痛大。頭も疲れ、体も疲れる。苦しむところが多い。そして終戦から1年後の昭和21年7月27日、胡桃沢は自宅で自ら命を絶った。41歳だった。もう自責の念に耐えかねたってああいうふうになっちゃった。自分の考えの呵責に悩まされて生きていれなくなったんだっていう気はします。自殺したっていうより生きていれなくなった。川の村では70年もの間、村長の自殺、そして満州での集団自決について触れることはタブーとされ、語られることはなかった。戦後急速な経済成長を遂げた日本、1970年代以降、満州で家族と離れ離れになった孤児たちが相次いで帰国。満蒙開拓が今も続く悲劇として知られるようになった。しかし国は、戦争の損害は全ての国民が受忍しなければならないもので、国内外どこであっても異なるものではないと、その責任について言及してはいない。農林省の元官僚らがかつての政策を総括していたのはまさにこの頃だった。満州には広大な土地があり利用されないでいる。立派に利用できるのは日本人じゃないか。それを利用することはある意味いいことだと考えた。
全て失敗といえば失敗ですけれどもね、ともかく日本の農家から見ればですね、まあ、それはいいことだったと思うし、今でもいいと思ってますね。彼らが残した記録に反省の言葉はなかった。資料の調査を続けている北文学研究資料館の加藤准教授は、制作に関わる人たちの責任感の欠如が暴走を招いていったと考えている。やることに意義を見出してしまって、その後の検証が全くなされないんですね。どこの国策でも必ず動き出したらもう止まらないっていうことですね。でこれはもう明らかにもう大戦末期になればもうおかしなことだらけになってるんだけど、もう決まったからにはやらなくちゃいけないというですね、全く支離滅裂な状態になっていくわけですね。だからそのこれはもう制御不能な状態っていうことだと。集団自決の現場からただ一人生きて帰ってきた久保田勇さん。封印してきた自らの過去を今若い世代に伝え始めている。殴り殺しに遭うよりはここでみんなお父さんの後を追いましょう。首を絞めて殺してしまったわけです。お母さんは年を召した人から若い独身女性も最後に息を止めてしまったわけです。どうして満州に行こうと思ったんですか？なぜ行ったかって、国のために行ったんです。今回発見された新たな資料と残されていた日記、そこから見えてきたのは、一度動き始めた国策が見直されることなく人々を追い詰めていった事実だった。満州で命を落とした村人たちの写真、その一人一人の表情が今を生きる私たちにこの悲劇の意味を問いかけている。